初回野口はナイスピッチング、わずかに、まあ、エラー気味と言ってもいいような内野安打1つ。そして一方のドラゴンズはまず関川のタイムリーツーベースで1点を取っています。1対0と明暗が分かれました初回になりました。菊池原と野口の投げ合いです。5番の金本から始まる2回の表のカープの攻撃です。野口と菊池原、藤浪さん、ちょっと明暗分かれましたけど、まあ、ただ1点ですからね。そうですね、はい、まだゲームが始まったばかりでね、あの一回りやっぱり打順がするまではですね、ピッチャーの調子っていうのはつかめないと思いますね。なるほど、はい、まだ1勝もプロで挙げていないピッチャーと去年タイトルを取りましたピッチャーの投げ合い、まあ、それもですね、はい、菊池原はこのグラウンドでは投げてないはずですよ。そうですね、はい、初登板ですね、まさに、はい、空振りです。2エンド1だからやっぱり経験のないグラウンドの登板ですからね、それはちょっとね、こう実績もまあもちろんないんですけども、はい、そういう戦いをやっぱり今年は広島がしてくるぞと。なるほどね、相手に読ませない、はい、そういう戦いをしていくんじゃないでしょうかね。そうですね、今日は笹岡かあるいは黒田かとこんな予想もありましたけど、サードゴロ、早くも3つ目のゴロアウトです。一方の野口はもう心情の低め低めのピッチングをしてますね、はい、まあ、自信といいますかね、もう野口らしさを最初から出してるんですけども、はい、この広島の1番から5番、まあ、金本までの内容を見ますとね、前田の内野安打も決していい当たりじゃなかったですよね、うんうんうん、ですから、まあ、バッティングをまださしてないなと。なるほどね、はい、ピッチャー優位の立場でね、そうですね、来てるなという感じがしますね、はい、まだいい当たりは1本もありません。打席には町田浩二郎です。共に92年のドラフトで入った2人、菊池原はドラフト2位、野口はドラフト3位、プロに入った両投手同期対決ということにもなりました、まあ、しかし、はい、昨日の川上、今日の野口ね、非常に若いんですけども、その落ち着きがありますよね、妙にいいですね、はい、両ピッチングコーチはそれを風格という言葉で表しているんですが、ワンストライク、ツーボールです。落としました。この落ちる球が非常に有効ですね。いいですね、今のスライダーなんですけどね、はい、あのスライダーがもう本当の野口の一番のいいボールでしょうね。ですね、ええ、まあ、本人はまっすら、マッホー、マッシューなんていろんな言葉使ってますけど、ファールボール、まあ、でもチーム構成上どうですか、左右のこれだけ安定したピッチャーが2枚いるっていうのは、これはもう強みでしょうね。そうですね、今までは今中と山本がチームを中心でね、はい、こう引っ張ってたんですけども、左左だったんですよね、これが左右に変わりましたからね。そうですね、それにまた加えてこちらは関川、先ほどのタイムリーツーベースですね、映像でご紹介しています。このタイムリーツーベース、そして福留が非常に素早い走塁を見せました。これがありまして、まず1点をドラゴンズが取っているわけです。イニングの方は2回の表に入っています。バットが止まってますか、いやスイングを取ってます。今日は球審が友寄せ、一塁が森、二塁杉永、三塁が笠原という4人の審判。このイニングも三振を取りまして、2つ目の三振です。バッターボックスにはディアス。カープの新戦力です。エディ・ディアス。3A からの移籍になりました。今、サードベースコーチの正田コーチがね、抜けましたから、その穴をどうするかということで結局外国人で補強しましたよね。そうですね、まあ、でも気楽なところ7番でこういう人がいるとね、はい、まあ、力はね3番ぐらいの力僕は持ってると思いますね。だから決してこの人は侮れないですよ。そうですか、はい、横浜のローズが来た時よりもバッティングならばこう何か打ちそうだなっていうパワフルなね、そういう感じはしますね。あ、なるほどね、はい、ローズはちょっとね線が細かったんですよ。ほうほうほう、ですけど蓋を開けたらあれだけ打つわけですからね。
これは力強い球です。138キロと表示がありました。ポンポンとここも2アウトを取りました。そしてこちらがカープの先発の菊池原、1点を取られましたが、プロ初マウンド以来の先発ということになります。97年の5月30日横浜戦、広島市民球場でしたが、この時以来の先発、これがプロデビュー戦でした。カウントは2エンド1、一方の野口はナイスピッチングが続いています。確かに先ほどもお話しましたが、非常にテンポは安定してますね。同じ感覚でね、やっぱりキャッチャーのサインを受けて、セットに入るんですけども、同じテンポで同じリズムでやっぱり投げてきてますから、バッターがね、その野口のペースに合わせてるんですよね。まずそこのあたりから変化をつけていくことがバッターはあるいは重要になってくるのかもしれませんが、これも落ちていく球、同じような感じで三振2つ取りましたね。ここは三者凡退です。まだわずかに当たり損ないの前田の内野安打1本だけ、ナイスピッチングが続いています。1対0です。